ナギーズゴルフチャンネル、イエーイ。今日はですね、アサミゴルフクラブさんに、来ていまして、1から4は、とある方のチャンネルで、対決をして、この後5ホール目から私のチャンネルに、なっております。ゲストはお願いします。ナミキちゃんです。はい、皆さんこんにちは、ナミキです。お願いします。これね、はい、ポーズありがとうございます。いいな、私もポーズ欲しいんだよね。マギーさんも作ってくださいよね。なんか作んないと、ぜひぜひ作ります。ということで1から4は、はい、ナミキちゃんの方で、やりまして、ナミキちゃんのワンアップ、はい、ですということで、なかなかでもいい勝負してますね。ちょっと1年じゃない感じがします。いやいや、ゴルフ歴1年とは思えないほどの。とんでもないです。ありがとうございます。はい、ということで後半は、私の方で5ホール、はい、変わらずにマッチプレーで、対決していこうと思います。はい、どうなるかな、でもなんか見てここ来て思ったんです。ちょっと今風吹き始めたり、そうですね、そのあたりがこのね、あとどうなっていくか分かんないですけど、はい、楽しく対決しましょう。そうですね、はい、お願いします。お願いします。今日のお洋服はすべてマギーリンゴルフのウェアになります。今日はねベージュ系でまとめてみました。でこの素材とかも冷色が効いてて、ちょっと、まあ、ひんやりするわけじゃないんだけど、ちょっと涼しめのキュロットになってます。で帽子はこれオプティミズムって書いてあって、楽観的っていう意味です。私が一番ゴルフに必要な言葉をキャップにつけました。後ろがねリボンになってて可愛い。でシューズは、アディダスの一番新しいシューズをいただいたものを履いてます。じゃあまずは、5ホール目パー4、はい、291ヤード。さっきが並木ちゃんだね。じゃあ私からいきますか。はい、はい、これは、もうかなり傾斜がねこう左に来てますね。来てるから、左のバンカーやだし、どうしようかな。でも旗狙い？そうですね、あそこの旗狙いにしよう。ナイショ、完璧、オッケー、めちゃくちゃ飛んだ。ありがとうございます。ナイスです。いや開いちゃった。でもこれは傾斜でゴー、落ちてこい、降りてこい、降りたい、降りか、あ、カート道行きました。カート道行ったかもね。あ、じゃあいい感じに開いちゃうのよね。結構ドライバーじゃスライサーですか。もうめちゃくちゃスライサー。スライサー。なみきちゃんはなんか最初そういう癖とかありました？はい、ドローってどっち派ですか。私もやっぱスライスです。ああ、やっぱスライスなんだ。もう、ドライバーから下まで全部右。そうなんだ。はい、アイアンも。アイアンも。アイアンも。でそれを修正するために練習するじゃないですか。じゃあ次また左出るんですよ。ああそうだよね。左すぎて引っ掛けてね。そう。でやっと今これ4年目ゴルフ歴4年目になって、その調整がうまくできてきて、まっすぐも打てるな。だってドライバー全部良くないですか。めちゃくちゃ安定感。本当ですか。嬉しい。でも私その分飛距離は出ないのであんま曲がんないです。ああなるほど。でも十分ですよね、レディースで。本当ですか。でも本当は200ヤードとか飛ばしたい。飛ばしたいよね。わかります。いやもう向上心、上手くなりたい欲がね、自分を追い込むのきっと得意ですよね。そうですね。どちらかというとそういうタイプかもしれない。ギャップギャップある。だってこんな可愛くて綺麗な感じなのに、中身開けたらすごいたくましくないですか。中身開けたらそっか、そういうイメージをめっちゃあります。持ってくれてたんだ。あ、悪くない。おお、降りてきてる。落ちてきてます。やっぱまだ傾斜だけど、並木ちゃんだったらでもユーティリティ使う？そうですね、距離的に U で行っちゃうか、それかもう一回手前に落としてアイアンとかでやっちゃうかですね。153、できるだけ前に進めたい。あー、今日一最悪なの出た。ストップ、こっちこっち。あー、ベアグランドみたいなとこに。くー、ちょっと木邪魔かなこれ。ちょっと行ってみましょうね。やっぱ傾斜でユーティ持っちゃダメだね、私は。まだ木が、これも出すだけの方が良さそう。まっすぐで出したい。かっこいい。木の間抜けるかな。
ね、これちょっと狭いな。狭いね、うん、ちょっと狭いね。木に当たって戻ってきたら気をつけてみんな。ゴー、わー、ナイス、ナイスアドレス、ありがとうございます。これはナイス。出た、めちゃくちゃ良き。1,2,3 打目ね。うん、そうね、ここの私のショットによりますね。うん。お、113だ。うんうん、だとしたら私はね、7番にしよう。うんうんうん、ちょっと U だと大きい気がします。うんうん、やっぱバンカーが気になるので、はい、もう右でいいやっていうくらいで。うんうん、ちょっと違う、ちょっと浅いが、浅い、まあまあでもまっすぐ飛びました。バンカー入ってないからいいや。うん、よし、全然良きです。52。これは寄せるぞ。短いか。5。え、いい。キワキワ。あ、ナイス。まあまあまあ。ありがとうございます。めっちゃ良きです。だからこういう時は本当はピンよりなんか手前に落として転がすイメージなんですけど、うん、はい、それでショートしすぎて あそこで止まるのが一番嫌なので、うん、もうピンまで打ってもいいやぐらいで。オッケー。あー、違う。あ、でもいいよ。乗った乗った。あー、まあオッケー。オッケーです。オッケーです。うまい。いい。いい感じ。あー、惜しい。くー。惜しい。ボール1個分 ね。惜しかったです。ここで私は。入れちゃう？入れるんだ。あー、惜しい。ダメ。オッケー。くー。ありがとうございます。ナイスです。じゃあ、OK いただきました。じゃあ、私がこれを、はい、外しても入れても、もう並木ちゃんワンアップかな。そうですね。ナイスです、お見事。いやー、ちょっと私がミスったね、あの傾斜でね。いやいや、まあまあそうです ね、傾斜ですね。ちょっとね、ミスったね。うんうん、ということで、ね、まあ木の間抜けてったけど、あれはそう、本当にナイスでした。あれはラッキーでしたけども、はい、並木ちゃんのここまたワンアップだから、総合すると2アップ、差が開きました。よっしゃ。次行きましょう。ちょっとマギーさんが燃えてきたかもしれない。え、家族ともゴルフするんですか？なんか昔やってたっぽくて、うんうんうん、でもなんかたまに実家帰ると、うん、お父さんが、うん、私服でですよ、うん、ゴルフウェアを着てて、へえ、なんかちょっとアピってくるんですよ。俺もなんかゴルフしてるよみたいな。ね、かわいい。仲間に入れてほしい。一緒にやりたいんじゃない？そう、多分ちょっと気づいてほしいんだと思うんですよね。ああみたいな。え、実家はじゃあ兵庫？兵庫です。あ、そう。ずっと兵庫なんだ。で、大学でこっち来ました。あ、そうなんですね。そっか、いっぱい行ってるんですもんね、マギーさんも。そうなんです。点々とね。兵庫。同じ兵庫。そう、同じだった。兵庫出身。びっくりしましたよ。じゃあ、6ホール目、パー5、436ヤード。はい。お願いします。行きます。ゆきちゃんから。ナイスショー。あ、これ良かったです。いいね、ありがとうございます。いいとこ、イエイ。いやー、救っちゃったな。ゴー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 、くー、うん、大丈夫です、全然いいでしょう。悔しそう、マギさん。いや、悔しいよ。やっぱでもゴルフしちゃうと、はい、体のケアとかもやっぱやるんですか？うん、もう絶対ゴルフ回った後は整体か、そうなんだ、うん、ケア、エステか行くようにしてますね。なんかよく言いますもんね、やっぱりこっちだけ、うん、同じ動きこっちだけするじゃないですか、うんうん、だから左右ちゃんと対称になってない、そうそうそう、非対称、左側がやっぱそうなんですか？で、お尻張りません？左側だけめっちゃ張ってますね。だからそれがね、くびれの位置とかも変わってきちゃうから、そっか、そう、結構ケアにかける時間が増えましたね。ナイスショー。ちょっと開いたけど、ありがとうございます。ナイスです。よし、ナイスショー。ちょっと右、木やだ、木がやだね。木がこれ次、木邪魔かも。木邪魔っぽい。喜んでる、喜んでる、喜んでる。正直ナイスショー、いい感じ。ありがとうございます。結構ありますね。結構あります。まあ届かないです絶対、うんうん、ちょっと短く持って、うんうん、傾斜がある分ちょっとコンパクトに。オッケーです。できます。
ナイスショー。オッケー。綺麗。ありがとうございます。ありがとうございます。まだ150弱あるので。うん、ナイスショー。開いたね。オッケー、大丈夫です。ナイスです。まあまあ、ありがとうございます。では67ヤード。はい。バンカーは嫌だね。はい。最近得意じゃん、バンカー。まあ出せるけど入れたくないよ。ああ開いたけど。こサブグリーン、お、あれ、ナイスオンです。ありがとう。これサブロングパット。ね。サブグリーンかと思ったら、いや繋がってました。繋がってるのよ。パットできる。オニロングです。これでそっか。一打差。一打差か、うん、これで。ずっと。でも確かに私今日マギーさんのバンカーショットまだ見てない、うん、そうよ見たいどっかで見たい見たくないよハーフショットうまいストップ あ、赤いストップ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 あ、大丈夫あ、よかった大丈夫こういうことやりますねいや、でも全然 OK でしょすごい波打ってるよこれね、マギーさんのところからパッと難しいと思いますめちゃくちゃ波打ってるんだけどそう、山が一つあってこっちまた下りだからいい感じいい感じよーすあとはそのままゴーゴーゴーそっちかナイスタッチですタッチよかったねめちゃくちゃ良きちょっとこっちだったねいや、弱いわえ、しかもさそうだよあれでもあれ私フックって言ってましたよね今日多分今自分で引っ掛けました引っ掛けちゃったんだうんもう一回私になりました次おーそっかまずいぞでもこっからはね上りだから並木ちゃんが外して私が入れればそうなのフラットそうなのうんうえー今おかしくないですか今上、ね、穴の上行ったよなんかいましたよここにいたなちょじゃあお先しますはいもう OK ですありがとうございます、うんこれフラットにしないと、マギーさん緊張するなわあ惜しいめちゃくちゃ惜しい曲がったっていうか弱かったから曲がっちゃったちょっと差が開いちゃったえちょっと待って追いつかないんじゃないいやいやでもあと何ホール7、8、9、うん、だから私が勝ち勝ち勝ちしないとちょっと次のホール僅差だからねうん、いやいい勝負なんだけどねいい勝負をしてるけども勝ち越してるのがそう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 はいそうなんですよまあだって4年と1年なんで、うん、先輩急に先輩って感じ次行きましょう、はい、7番ホールのパー4 304ヤードになります、はい、真ん中に池があってはいちょっとマネジメントが大事、うんうん、ですねこれ大事ホールあれ珍しいなんだ大丈夫でも転がったまっすぐ行った転がりましたいやそういうこともあるから本当ゴルフって不思議ですよね本当にねおー危ないんじゃない大丈夫で左短いから大丈夫かバウンドしてる大丈夫です大丈夫だね、うん、大丈夫ですナイス鬼のショートカット180ぐらいあるから180もう右サイドかな、うん、狙えるのがバンカー嫌だもんねはいバンカーより右あ、右すぎじゃない？ちょっと右、でも、どうかな転がってなければ多分あの林の中に、ね、林の中にありますあのここだと狙えないのか狙えないね狙うけどおこの木の間、うん、行けたら最高本当に行くんですかここ行く行く嘘うんかっこいい一か八かだからお抜けたんじゃない？これいい感じかも、ね、抜けたかもよっしゃもう一か八かさすがですえなんかそういうの楽しくないですかゴルフやっててもう私は逃げたい、うん、逃げたいとにかく怖いところ安全に、ね、そう抜け逃げたい逃げたいちゃんとマネジメントを怖いんですよだって私が結構林でありましたそれかも私いやどっちか私だよそれこれ抜けたはいいけど待ってその横にこれ待って2人ともさ追いかけっこしてるねここでだ
うわえ、でもさ、まっすぐ空いてる、空いてる、空いてるんですけど。うわ、空いてるじゃん。え、これ狙います？狙うよ。こっちの方が安全じゃないですか。いや、絶対ここまっすぐだから大きい番手で、はい、まあ、そうですよね、うん、7番とかで、うん、でもちょっとこれ今回勝負なんで、うん、行ってみようかな。行っちゃう？行っちゃいます。これ行けたらだってもう勝ちだもん。よし、うん、行け。ナイス、めちゃくちゃいい。やった、ナイスショー。ありがとうございます。勇気をくれました、マギーさん。今のはもう見えてたもんこう行く。でも私だったら絶対広いのこっちだから広い方打っちゃいます、安全に。うん、こいつ怖っ、この木。え、どうだろう。バンカー入っちゃった。入ったかな。うん、入った。マギーさん待望のバンカーですね。見たい。ちょっとやばいやばい。だってこれ負けちゃう。まだ分かんないですよ。負けちゃう。ナイス、距離出た。あー、あ、出すぎたね。いい感じでしたけどね。当たり良すぎたね、うん、でもめっちゃナイスです。ありがとうございます。めっちゃナイス。完璧。イメージ通り。オッケー。オッケー、ナイス。ありがとうございます。よし、やばいよやばいよ。あ、マギーさんとこから下りかな、うん、結構。そう、下りなの。割と手前に落として転がってってほしいなっていう。ちょっと手前すぎたね。ゴー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 。ビビりました。あ、結構切れますね。ねえ、結構な傾斜だったよねさっき。かなりやっぱまだフックでありますもんね。うん、結構、うん、来た。うわ、惜しい。惜しい。意外と曲がんなかったね。うん、うんうん、惜しかった。今ナイスです。ねえ、ありがとう。フック、フック、あの、登ってるね。はい、違う。あー、ちょい弱。オッケー、ありがとうございます。ナイスインです。ありがとうございます。いやー、私のチャンネルの方の私めちゃくちゃ調子悪いじゃん。なみきちゃんの勝ちだから、うん、4対0だね。キャー、勝負ついちゃった。ついちゃったね。ついちゃった。悲しい。どうしますか。でも勝負ついちゃったんですけど、はい、あと2ホールあって次ありますね、うんうん、パー3なんですよ。お、あの、むちゃくちゃなこと言うんですけど、次のホールで、うん、私が勝てば、お、あの、1回フラットに戻しませんか。ってことはこの4ポイントはチャラになるんですね。チャラになってしまいます。どうしようかな。ただしチャラにするには、うん、はい、私が並木ちゃんより2打差つけて、うんうん、勝たないといけない。あ、だからパーならホールインはしなきゃいけないし、ボギーならバーディーを出さなきゃいけない。結構ハードル高いですね、うん、ハードル高いけど、まあ、4ポイントも差がついてるので、うん、それぐらいのことしなきゃいけないなと思うので。なるほど、はい、それぐらいの息で来るんだったらいいですよ、はい、あ、やったじゃあちょっと泣きのもうワンホール、うん、そうですね、お願いします。お願いします。ありがとうございます。いいえ、とんでもない。そんな前に、パー3でチップインバーディー取ったんですよ。本当ですか。だから人生初バーディーでまだ1回しかないんですけど、うん、それの思い出があるから。いや、いけますね。イメージありますもんね。しっかり。まあ、待って、でも次のパー3すごいよ、これ。池が、池絡んじゃってる。池アンドバンカー。そう、だって、池越えてもバンカーあるし。そうなんですよね。乗せるしかないの。距離的にホールインワンは狙える距離じゃないですかね、これは。はい。でも私は勝負をかけないと。はい、8ホール目、パー3。いやー、泣きの最終ホール。そうですね。うん。お願いします。こちらこそです。お願いします。とはいえね、この景色。そうなんですよ。まさかのここか、みたいな。ね、池とバンカー。ちょっと行ってみよう、勝負やし。ピン方向。ナイスショー。ちょっと右だ。あ、やばいかも。めちゃくちゃいい。足りない。あれ、入りました。バンカー入っちゃった。マジか。やってしまった。チャンス。チャンス来た。チャンス。まさかの。まさかの。しかもめちゃくちゃ嫌なところに。そう。いや、あれ見ると怖いな、でも。本当は、
バンカー越えて乗るのがベストだけど、うん、あーはははー越えろ、お越えたけどもうダメじゃんダメダメでしためっちゃ下手くそじゃん、いやいやいや、本当に当たらない、めっちゃダサいじゃんでもここ2人ともちょっとピンチですよ、うん、ピンチだね、私もかなり悪いラインにあるって今情報が入りましたねえ、ズタボロですおお、よし、じゃあやっと並木ちゃんのあんなの出したことないや、いや本当ですね、うん、1回で多分出ないですね、うん、あ、これはダメだ、ダメなやつ、これもう目玉って、うん、もう埋まっちゃってるんで、うん、56で1回どっかに出します、うん、砂のどっかに、むずナイスアウト、かー、アミショット、いやいやいや、ナイスアウト、ありがとうございます、すごいことだった私が2打差つけて負けちゃったな、よしよしまあこんな日もあるよね26、はい、おお、ストップ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 、止まれ止まれ、まあまあまあ、うん、ありがとうございます、でもナイスアプローチです、私から行きますか、じゃあ、おー、私のとこすごい登ってるかも、あ、最後なんか登ってるね、はい、あ、ちょっと強いかも、これ入りすぎや、ちょっと強い、あ、なんもないですか、バンカー、え、いや、なんもない、ラフ、うわー、また振り出しに戻ったアプローチ、乗れば OK、ナイス、おー、ありがとうございます、ナイスオンです、ありがとうございます、弱いね、ゴーゴーゴー、もうビビっちゃってダサい難しい傾斜です、うん、いい、いやタッチ完璧、ありがとうございます、じゃあちょっと勝負ついちゃったけど、あれ、あら、もっとこうなると思った、曲がらないですね、うん、曲がんなかった、うん、ナイスです、ありがとうございます、ナイスインです、あー負けちゃったまあ分かんない、それで並木ちゃんがまたあっちのラフにナイス、ありがとうございます、イエイいやーありがとうございました、ありがとうございました、最終ホールボロボロでした、いやいやいや、せっかく泣きの、これはお互いです、私も、はい、いやでもナイスアウトでしたね、あの目玉は、たまたま出ましたけど、ナイスです、やっぱスコア的にはね、うん、ちょっと最後ね、うん、2人とも疲れちゃったのかな、疲れたねちょっと疲れたかもね結構ハードでしたね、ハードだった、うん、あ、というかなんか1対1だと、うん、集中力すごい使っちゃって、うん、後半どっか行っちゃったね、そうだね、うん、それはあります、最初にもう全振りだったね、うん、でもすごい楽しかった、いや私もすごく充実してました、ありがとうございました、ありがとうございます、じゃあ結果はもう並木ちゃんの大勝ちです、うん、もう5アップ、いや、ありがとうございます、5アップということで、うん、ちょっとまた、うん、私も練習頑張って、ぜひぜひまた一緒に対決してください、はい、そう、いや、もちろんもう光栄です逆に、ありがとうございます、またあとなんかパートナーつけて、うん、2対2とかもありですよね、そう、ね、え、それやりましょう、ね、ね、男の人、うん、なんかコラボして、うん、それこそショータイムさん、ね、ショータイムとコラボしてもありかもね、ちょっとお伝えしておきます、はい、ぜひしましょうということで、今日はありがとうございました、うん、ありがとうございました、バイバイ。